紐も付けのミスが相次ぐマイナンバーをめぐって、政府は静岡県内で身体者身体障害者手帳とマイナンバーの紐も付けミスが数十件確認されたと発表しました。ミスの件数は60件程度に上るとみられ、県が確認を急いでいます。静岡県において、障害者手帳情報と個人番号、マイナンバーとの紐も付けに誤りがあり、調査中であるとの連絡が厚生労働省にあり、 発表によりますとマイナンバーに別人の身体障害者の情報を間違って紐付けした事案が県内で数十件発生したということです関係者によりますとこのミスはこれまでに60件程度確認されているということです悲しめと生年月日のみでマイナンバーと障害者手帳の情報の紐付けを行ったなどの人為的ミスが原因で現時点では 個人情報が第三者に閲覧されたケースや給付への影響は確認されていないとしています。加藤大臣は、マイナンバーと障害者手帳情報との紐付けミスを受けて、全国の自治体の事務作業が適切かどうか点検する考えも示しています。